こんばんははい、えーこんな日曜日の、えー、夜遅くにご視聴いただき誠にありがとうございますなんか音がブツブツいってる ちょっとブツブツいってるんで一旦ちょっと BGM 切りますねこれのせいかあ消えましたねはい、えー、皆さんこんばんは、えー、日曜日の、えー、夜遅くにご視聴いただき誠にありがとうございますえー、っと前回の放送から1か月くらい経ちましたかねえー、っとですね 前回は何をやったっけあっさシン父音源」が完成したっていうお知らせとあと何でしたっけえー、っと軽い楽器紹介とあとえー、っとなんだっけあ最近書いてるブログについてですね。でえー、っと今日なんですけどもとりあえず今日の目次を表示します。あこんばんはご,ご,ご無沙汰してます。 お久しぶりです、えー。めぐみさんですね。いつもありがとうございます。ああみっちゃんありがとうございます。あの先日は本当に申し訳なかった。本当にライブに行けなくて本当に申し訳ない。なかなかねこうタイミングが悪くあのー、体調を崩してしまって本当に申し訳ないです。あコルトさんこんばんはご挨拶してます。はいそれでですねとりあえずどうでしょう音量関係とか問題ないでしょうか。 映像ですとかもし何か音が大きいとかあったら、えー、コメントいただけると嬉しいです。で今日ちょっとツールをいくつか使うので先にちょっと、えー、ボリュームの調整をさせてください。一応こちらでもやったんですけども、えー、ちょっと念のため、えー、皆さんの端末の方でちゃんと聞こえるかどうか、えー、ちょっと確認します。 まずギターの音量を確かめますね。 大丈夫ですかちょっと大きいとか逆に小さいとかもしご要望ありましたらコメントください。 コメントがないということは大丈夫っていうことでよろしいですかね。あとは、えっ、ー、と、今日使うものを OK。ありがとうございます。えっ、ー、と、あ、これだ。あ、大丈夫です。あはい、ありがとうございます。コメントありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっとさっきですね、あのパソコンが結構、えー、負荷がすごいことになってて、ちょっといろんなウィンドウを使うんですよ。それで ちょっと負荷がすごいことになっているので BGM をちょっと切りました今日は BGM なしでいきますでもう1個はあと後ほど使うもので音を確認が必要なのはこれですねちょっと今一つ OK 流すのでそちらの音量の確認もお願いします、えー、大きい小さいありましたら、えー、コメントください とか小さいとかありましたら、えー、コメントください。そうちょっと今日ねウィンドウをちょっといろいろ広き広げすぎちゃってパソコンがヒーヒヒってます。大丈夫かな。 ででは大丈夫でしたらそうちょっと配信の速度というのそのなんていうんでしょうリアルタイムとその配信後の、えっと、映像とで若干ラグがあるので、えー、ちょっと変な間ができちゃうかもしれないんですけどご了承ください。 じゃ行きましょうえう、ー。今日の目次ですもしかしたらちょっと画像が荒いかもしれないんですけども、えー、ちょっとご容赦くださいえっ、ー、と今日は3つやっていきますあコルトさんコメントありがとうございます音量大丈夫ですねということではいじゃあこのまま進めていきますえー、ということで今日のえー、目次です とりあえず横内健介使用楽器レビュー、まあ、その1ということで第1弾、えー、ヤマハのサイレントギター SLG の 200S の、えー、まあちょっとこいつちゃあれですけどあの簡単なレビューをしたいと思いますであら,あらかじめ、えー、お伝えしておきますけども特に、えー、僕はですね楽器がうまいわけではないので特に技術面は期待しないでください普通に、えー、どういう音かとかどういう機能があるかとか、えー、実際の音を交えて紹介していきたいと思います 2つ目がですね DTM における合唱パートの作り方ということで、えー、先ほども、えー、ちょっと流したんですけども実際,実際にですね、えー、僕のオリジナル楽曲の、えー、シーラ・カンスという楽曲を、えー、元にして、えー、合唱パートの作り方を、えー、解説していきたいと思いますこれはですね、まあ、特に、えーまあ、プロの人がどうやってるだとかそういうの関係なしにあの 僕はこうやってますよっていう一つのまあ参考程度に捉えていただければ幸いです。そして3つ目です。えー、ちょっと重たいというか話題なんですけども、えー、3つ目少子高齢化に伴う音楽活動の変化ということでこちら実はあらかじめですね、えー、いつだったかな結構何週間も前なんですけども Twitter の方で、えー、アンケートの方を実施させていただきまして えー、23名の方、えー、投票、えー、いただきました誠にありがとうございます、えー、こちらのアンケート結果とも交えてですねあとえー、っと何だったかなえー、っと今年の4月のブログでですねこの、えー、人口減少についての音楽活動のブログも僕自身書いていたのでそれも元にしていきますはいということで、えー、今日は、えー、この以上3つ のこととを話していいいきたいと思いますはいでは早速ですけども、えー、使用楽器レビューということでヤマハ SLG200S の、えー、紹介をしていきたいと思います前回もですね一応楽器紹介ということで軽く紹介はしたんですけども前回は各楽器ちょっとずつだったので今回は一つの楽器にスポ,ットをあけてあスポットを当てて紹介していきたいと思いますそれでは、えー、いきましょう えこちら前回も紹介しましたけどもヤマハ SLG200S です全体像はこんな感じですいはいでですねえー、っととりあえずえ簡単な、えーま、概要をさらっと説明しますすいませんもろカンペがあるんですけども えまずですね、えー、まあヤマハのサイレントギターということで結構何年も前に発売されてて、えー、結構機能的にもですねあのすごい僕大好きな機能がいっぱい入ってて、えー、まずですね、えー、とこれ僕が持ってるタイプが、えー、とスチール弦モデルということで、えー、この他にナイロン弦のバージョンもあります。 200S の S は、えー、とスチールからきてますね、えー。ナイロンの方は 200N と、えー、表記されてます。えー、っと、それで、えー、僕が持ってるのは、えー、カラーがトランスルーセントブラックというカラーで、まあ、黒が基調になってる、えー、サイレントギターですね。はい。で、えー、っとですね、どうしようかな。コントロール機能からじゃ説明していきますか。ちょっと待ってくださいね。えー、今日ちょっといろんな画像を用意しててですね、ちょっと間違えたらすいません。これかな 簡単に説明すると、まあ、一番左から行ってきますね。まあ、電源ですね。でチューナー機能があって、えー、っとボリュームがついてます。あとブレンドコントロールというのがあってあとトレブルベース。で、えっと、<laughs> UX の読み方がわからない。 であとエフェクトですね、効果ですね、リバーブ1、リバーブ2、あとちょっと隠れてますけど、コーラス2という、えー、効果が入ってます。でそれとですね、えー、と上に表記されてる SRT パワードっていうものなんですけども、これはですね、何かというと、えー、SRT パワードピックアップシステムという、えー、機能が搭載されておりまして、えー、何かというと、 あの本来アコースティックギターを例えばレコーディングとかあとまあライブでもいいですねえ使う場合に何だろうちゃんとした音を鳴らしたいというかえそういう時にはえアンプを通した音とあと弦自体からえなんて言えばいいんだろうボディから鳴った音を拾うマイクだけ2つの音源え音がえ必要になるというかあるとえまあ好ましいということなんですけども。 えーまあ、ただですね、これもアコースティックギター、例えば、えー、部屋で、えー、使いた部屋,の部屋の中でアコースティックギターの音が欲しいなっていう、えー、あとアコースティックギターの、えー、音を部屋で楽しみたいっていう時にですね、このサイレントギターがすごい役立つわけでですね。えーこの ブレンドというコントロール部分なんですけども、えー、左側が、えー、PU と書いてあって右側が、えー、MIC マイクですねマイクって書いてありますこれが、えー、先ほど言いましたですね、えー、と PU があのアンプを通した、まあ、ピックアップで拾った音ですねピックアップで拾った音が、えー、鳴るという、えー、こっちにコントロールを、えー、クイッとひねればでマイクの方にひねれば、えー、その うん、ボディから鳴った弦から鳴って空気中に出た音を拾うマイク、えー、このマイクで拾ったような音を出せるんですよでこれがですねすごいあのー、想像以上にいい音でしてねえー、まあ言葉だけで言うのもあれなんですけどもはい後でいろいろ弾いてみたいと思いますであとえー、コントロール系はこんな感じですねあちなみにチューナーはですねクロマチックチューナーであのデジタル表記です、はい であと、えーまあ、ボディの方がラインアウトがついてて、モノラルですね、ついてて、えー、っとシールド差し込み時に、えー、自動的に電源がつくようになってます。でもちろん電源アダプターも、えー、対応しているので、まあ、別売りですけど、買って使うのもいいでしょう。であと,、えー、っと、これもいいんですよね、えーっと。ヘッドフォンやイヤフォンを、えー、取り付けて、えー、自分の耳だけでこう音を楽しめる。つまり えと外部に音が漏れないっていうえこの状態で,ですねアコースティギターをえー楽しめるえこれはすごい素晴らしいですねやっぱりであとえまあ電源アダプターがなくてもえアルカリの炭酸電池2本でえ動きますえまあ一応概要ですとえ約22時間え連続で使えるそうですはいあとえ買った際に不足してくるものとしてまあ専用のソフトケース、えー あイヤホンもついてくるみたいできてで一応炭酸電池も2本ついてきますよということになります、はい、では早速いろいろちょっと弾いてみましょうせっかくなのでね、えー、じゃあコントロールのどうしようかなコントロール画像を見ながら弾くかそれともカメラこっちの横打ちカメラを映しながら弾くか、まあ、どっちでもいいかな 分かりづらいからこっちやりますか。こっち打つしながら弾きます。はいえっとまずどうしようかな。ーー今とりあえず自分のオリジナルの設定になってるんですけど一応これで弾いてみますねどんな音がなるのか。きます。 上手い演奏は期待しないでくださいね 軽く弾きましたこんな感じです。今、えーと、セッティングはですね、えーとこう、エフェクトのリバーブ2がかかってて、えー、とベースはほぼほぼゼロです。えー、あとトレブルが大体、えー、いい80%から90%の間ぐらいですかね。であとは、えーと、ブレンドのコントロールがですね、えー、ほぼマイクよりですね。マイクが90%ぐらいです、えー。ボリュームが、えー、とフルテンでマックスです。こんな感じかな。はいで実際にじゃあ 今は自分の、えー、オリジナルのセッティングだったのでいろいろ鳴らしてみましょうまずは、えー、とブレンドのノブのです、ねえー、とピックアップのみの音を鳴らしてみましょうい,しょいきますねピッ,あピ,ッ、えー、ピックアップのみですピックアップは、えー、とアンプにつなげてアンプから出た、えー、だけの音ですねいきます 今のがピックアップオンリーの音になります。逆にえっ、ー、とさっき言った、えー、ボディからなってそれを捉えたマイクの音。これマックスでやってみますか。行きまーす。 あの微妙になんていうかこう空気感というかえっと音が放たれて空気に放出空気上に空気上にうまく言えないな空気上に空気上空間に放出されたようなえ音になりますえっとじゃあ次え効果エフェクトの方を紹介しますえっとまずはリバーブ1ですねリバーブ1 まあまあ軽くリバーブかかってるなーって感じですね。えっと、次リバーブにいきます。え、一よりちょっと深めにリバーブがかかります。 で最後え三、ー、つ目コーラスです。これはまたちょっと独特な音がします。いきまーす。はい、まあ、えー、コーラスですね。コーラスの効果になります。 はい、こんな感じかなあまああれですねさっきも言ったようにベースは低音でトレブルは高音の調整になりますこの辺はまあそんなにえ大きい変化はないと思うのでえ大丈夫そうですねはい映像を戻しますせっかくなんでこの状態で弾いてる姿はどんな感じになるか見てみましょう あコルトさんコメントありがとうございます作曲で生ギター使えるのはいいなと思うけどおっさんでも習得できるかなえっとそうですねギターを習得するのってやっぱまずは簡単なコードからですかねあの僕もですねそんな難しいコードって実は、まあ、知らないんですよ簡単なコードから派生したようなあ亜種みたいなコードぐらいしかわからないんですけどなんかディミニッシュだとかあのなんだ なんたらセブンスだとかっていうのは詳しくないわかんないんでもあれなんですけど多分簡単なコードからやっていくとそんな難しくないんじゃないかなと思いますね。あの一番苦戦するのってやっぱりあのー、なんて言われてる F とかあの人差し指でこう多弦、えっと、多くの弦を押さ、あのー、える、えー、あーこのこれが結構難しいと思うんですよね。このこの形。 大体の人はこの F のコードで挫折するっていう噂はありますけど、まあ、F もなんかその大会のコードみたいなのがいろいろ実は存在してそういうのを駆使すれば割とすぐ覚えられます。まずは簡単なコードからですかねやっぱりただあの僕自身ですね、あのー、一番最初にギター教えてもらったのが、えー、と父親からで、えー、と一番最初に習ったのがあのああとああなんだっけえっ、ー、とアルペジオ。 だったんですよアルペジオから教わってだからあの最初コードがどういうものがあるか分かんない状態でで後々あこのアルペジオはこのコードからできてるんだとかあのそういうことにいろいろ気づきましたね。はい、ただおそらく分断なのはあの簡単なコードから入るのが、えー、よろしいかと思います。はい、うん、ですね とりあえずまた全体像でちょっとじゃあ引いてみますか。 聴いててもも周りには何も聞こえてないいいっていう素晴らしいですねサイレントギターなのであの例えば曲作りなんかの時もそうなんですけどたまーにあのやっぱりアコースティックのあの,あのギターの音が欲しいなってという時があってそういう時にわざわざその生のアコースティックギターを,もを,を、えー、持つってなるとやはりいちいちスタジオとかに移動して撮ることになっちゃうんですよどうしてもそれはちょっとなーと、えー、交通費もかかるしスタジオ代もかかるしっていうことで。 なのでですね、これが、えー、一つあれば、えー、部屋にいながら、えー、レコーディングもできて、アコースティキータの音も楽しめる。これはあの個人的にはすごい結構な一品だなって思います。買ってよかったなってのはすごい思いますね。なんで、もし気になったらですね、あのー、えっと、まあ、別にマ,マーケティングってわけじゃないですけど、動画の概要欄に、えー、サウンドハウスのリンクが貼ってあるので、 そこからぜひあのー、サレンドギターの、えー、概要だったり、えー、見てみてくださいはいでもし気に入ったら、えー、ちょっと買ってみてぜひ自分で、えー、弾いてみてですねその音色の素晴らしさを確かめてほしいなと思っております、うん、はいあもう二十四分経ってましたねはいじゃあ、えー、っと,とりあえず楽器レビューは、えー、この辺にしたいと思います、えー、また次回は違う楽器を、えー、レビューしてしたいと思いますのではい。 今日はサイレントギターヤマハのサイレントギター SLG200S をご紹介しました。はい。いいはい、では次です。えっ、ー、と。 次がですねちょっと疑問なんですよ、はい、2つ目です、えー、DTM における合唱パートの作り方ということで、えー、お話を進めていきたいと思いますはいまずですねえっ、ー、といけるかなパソコンの負荷がすごいんですよねちょっと待ってくださいね はい。もしかしたらちょっと画像が荒くて見づらいかもしれないんですけども、えー、今表示されてる画面ですね、えっと、多分横に皆さんのコメント欄が表示されててで横に変な,なんか縦長の僕が縦長じゃないや横長の僕がずらーって羅列してる、えー、画面が出てると思うんですけども、えー、こちら、えっと、DTM と呼ばれるまあ パソコンで、楽器作る際の、えー、画面になりますでこれはですね、まあ一応今回配信用の、まあ、説明用ということで、えー、ちょっと再編集した、えー、シーラカンスという、えー、僕の楽曲のデータになります。結構作り方が、あのー、雑というか <laughs>、あまり見られたくないんですけども、あまり細かく分けてないです。で、えー、っと、どうしようかな。まず、まあ、えー、さっきも。 少し聞いていただいたんですけどもシーラカンスの,その合唱の部分ですねこちらを一回ちょっと流して、えー、実際どんなものか聞いてみたいと思いますもしかしたらパソコンの負荷がちょっと多くてですね音がプツプツ鳴っちゃうかもしれないんですけどちょっとご了承くださいではいきます っていう、えー、合唱パートですねこれ多分楽曲中のおそらくクライマックスの最後の大サビの部分ですね。えー、でまずえっと重要なところがですねとりあえず3つあります。まずエフェクトです。エフェクト。えー、エフェクトまあ簡単に言えばさっきもまああのサイレントギターでもその効果の話出てきましたけども、えー、っとまあ合唱パートは基本的にえっと自分の声を録音して で軽く、えー、とイコライジングしてあとコンプレッサーかけて、えー、で、まあ、軽く調整はするんですけども、えー、エフェクトの方がですね、えー、まあ基本的にはリバーブとディレイを、まあ、薄,が薄くかける使用少々みたいなよく聞いたらディレイかかってるなよく聞いたらリバーブかかってるなぐらいな、えー、感じです、はい、であとえーとクリップ数っていうのがありますクリップ数まあ何かって、まあ、簡単に言うと えっと、何テイク取ってそして何テイク重ねてる,との,重ねてるのかというところです、えー、まあもちろん合唱なので、えー、複数の声が重なってますでこちらを説明していきましょうまずクリップ数の説明ですねあクリップ数とあとパート分けの話も一緒にしちゃいましょう、えー、基本的に横内健介の楽曲の合唱っていうのはですね、えー、高音パート中音パート低音パートと、えー、計3パートに大きく、えー、分かれてますで えー、このうち、えー、まず高音パートですね、えー。あ、で、この3つのパート、どれもですね、えー、主旋律とハモリがセットになってます。だから大きく分けたら3つ、えー、細かく分けたら、えー、6つの、えー、パートがあります。で、高音が、えー、っと主旋律がですね、えー、っと2人分で、ハモリも2人分重なってます。で、あと、えー、中,低あ中音域が、えー、主旋律が6人分。 ハモリが5人分ですで最後低音パートなんですけども、えー、主旋律が5人分ハモリも5人分っていうことになってますえっ、ー、と中音域の、えー、と主旋律が6人分ということで一番多いんですけどもあっマッチさんこんばんはあご無沙汰してますツイッターの方では、えーね、ちょこちょこと気にかけていただいて誠にありがとうございますはいでえっ、ー、となんだっけ あそうで中音パートの、えー、と主旋律の、えーまあ、6人っていうのが、まあ、一番パートの中ではあの重なってるのが多いんですけども、まあ、中音域の主旋律っていうのは一番目立ってほしい部分なので、まあ、これを軸にするっていう意味でも少し、えー、少しずつ1人分多めに、えー、声を重ねてますでこの「高・中」「低と、えー、総勢ですね24人分の声が重なってるわけですでこれ24人分重ねると本当にモコモコしちゃうんでうまく処理しないと。 聞けけたももんんじゃないんですけども僕もまだちょっと勉強中でうまくまだ、えー、整理しきれない部分もあるんですけどもはいとりあえず、えー、そんな感じの、えー、とテイク数とパート分けになってますそれとですねあともう一つ、えー、とこの合唱部分を作るので大事なことがですね「えー、とうぞう無ぞう感を出す」っていうこれ自分で勝手に決めてるんですけども何、えー、て言うんだろう想像 えするとですねえと中学生とか高校生の,あの合唱コンクールみたいな感じあの全員が全員上手いわけじゃなくて下手な人たちが何人かいるみたいなでも全体で聞いたらああいい合唱だねっていうあの合唱ちゃんとした合唱になってるなっていうあの,あの感じですねあのちょっと言い方失礼ですけど「うぞう無ぞう感」って俺はえ言ってますはいこう完璧に歌うのではなくて 所々下手なやつをま混じらせるっていうはいことをやってますでそういうことも踏まえてえー、っとパートごとにちょっと聞いてみますかせっかくなのでえー、っとどうしようかなじゃまず中音パートから聞いてみましょうあ間違ったこれですそうじゃえっと中音域のパートだけの合唱でいきます 先ほども言いましたけど、中音域だけだとえっ、ー、と11人分の声が重なってます。それも踏まえてちょっと聞いてみましょう。 えっと、今のが中音パートのみになります。えー、次、じゃあ低音パート聞いてみましょう。 ですね。低、えっと、音パートは、えー、計10人分の声が重なってます。えー、次高音パートです。ちょっと待ってくださいね。高音パートのみ。えー、こちらはえー、っと計4人の声が重なってます。 ませんクリップが途中でちょっと切れちゃってましたね編集ミスだこれあの高音域は何、あのー、で人数が少なくていいのかっていうと何、あのー、て言えばいいんでしょうその高音の周波数帯が聞こえてればなあのいいですとりあえずなので人数はそんなにいらないですあのオーケストラとかでもそうなんですけどあのピッコロとかあの高音楽器って人数少ないじゃないですかそんな要領ですはい あのバイオリンとかあとチェロとかは人数多いですけどあの超高音楽器って人数少ないんですよなのであのそういう、えー、考え方ですね、はい、で以上がこの3パートになりますでこちら最後にじゃあ3つじゃあ重ねて改めて聞いてみましょう こんな感じになります,、まあ、すごいちょっとざっくりとした説明なんですけどね。で、えー、っと今のだとちょっともこもこしすぎちゃってるので、えー、調整したバージョンを、えー、お聞かせしますね。これだったかないきます 感じになりますあ正確なのでじゃあ合唱だけちょっと聞いてみますかあのオ、OK、ケ一切なしでどんな感じになるのか。 まあイメージはあれですねなんかこう教会で歌ってるようなあのステンドグラスがあって軽く木漏れ日が差しててっていうあの中でこう荘厳に歌ってるイメージがこの「シーラカンス」という楽曲になります。はい、ということで、えー、以上 DTM における、えー、合唱パートの作り方、えーまあ、ざっくりとだったんですけども、まあ、こんな感じで作ってるってことであのもし、えー、っと一つの参考にしていただければなと思います。 ちょっと待ってくださいね。ということで、あすみませんあの、最初の方にも言ったんですけども、音がもあのプツプツ鳴ってるかもしれないんですけども、これはですね、ちょっと今日ちょっとノートパソコンがすごい負荷が、えー、すごいことになっちゃってて、それのせいだと思います。はい。よし。画面戻そう はい、といととうことで、えー、でした今何時だろうまもなく9時40分ということであと20分ですねだいたい予定通り来てます、えー、とでは、えー、最後の3つ目の話題に行きましょうちょっと重たいんですけども、えー、これを話さずしてこれからの音楽活動は語れないということでい、えー、きましょうでん、えー、少子高齢化に伴う音楽活動の変化ということで お話ししえっとまずですねえー、何からいきましょうかねあまずそうだえっ、ー、と先日ツイッターの方でアンケートを実施しましてそれの結果があるのでちょそちらを表示したいと思いますもしかしたらちょっと画像が荒くて見づらいかもしれないんですけども、えー、ちょっとご容赦ください見えますかね 一応アンケート内容なんですけどもこれからというかもうすでに始まる急激な少子高齢化社会の訪れにより現在さまざま行われている音楽並びに表現活動の形態や手法は大きく変化すると思いますかということですねでああのまあ、こちらのアンケートは匿名での投票だったので誰が何に投票したかっていうのは僕も分かりません、えー、とりあえず23名の方が投票していただけたということで誠にありがとうございますはいでですねえっ、ー、と まあこちらのまあアンケートの選択肢もざっくりなんですけどまあまあ大きく変化するがまあ約半分ですね48%、えー、少し変化する26%どちらとも言えない17%、えー、逆に変化しないえー9%ということでまあ半分が大きく変化するんじゃないかということなんですけどもえっとま,あまずこの少子高齢化ってどれくらいやばいとこまで来てるんだっていう話なんですけども。 えー、実はですね、えー、と今と入ったぐらいですかね、えー、とある本を、えー、読みまして、えー、ちょっと衝撃を受けたんですよ、それからずっとこのことについて、ずっと考えてるんですけど、ちょっと紹介しますね。知ってる方、いますかねあ映らない、映らない、映らない。 河、えっと、井正史さんという方のこの人どうだったかな大正大学の客員教授だったと思うんですけども「えーっとま、未来の年表人口減少日本でこれから、えー、起きること」という、えー、タイトルの本なんですけどもこれ去年発売した本で結構話題になった本なんですよ、まあ、簡単に言うとなあ裏にもう書いてあるんですけどもどうでしょう。うまく よいしょまあ、こんな感じで、えー、何年に何がどうなるとかいうのが、えー、年表形式で書いてあってで、まあ、その年表もさらに詳しく解説されてあって、えー、しかしながら最後にはちゃんと,、えー、と改善策策だっったりあの対策も書かれてるってるいう本ですなのでマイナス面だけじゃなくてちゃんとこのマイ,ナスマイナスを補うにはどうしたらいいかっていうのも書かれててすごい分、えー、かりやすいですし何て言えばいいんだろうあの でもこの現状を知ったらあ今までの暮らし方じゃダメだなっていうのは感じますやっぱりはいでまあそれは置いといて、えーまあ、音楽活動の形態も変化するということで、えー、すませんまたちょっとカンペを読みますねまずえっと今年のまあ4月の7日に書いた僕が書いたブログなんですけども、えっと、人口 減少先進国日本でのこれからの音楽活動という題材です、えー、まあ人口減少あの少子高齢化っていうのはもう何年も何年も前からもうずっと言われてきたんですけどもあのほとんど改善がされてない対策もほとんどされてないっていう時代で、あのー、これはもう断言しますけどもあのもう人口は減り続けます残念なことにもうほぼほぼ確定ですで人口を増やすにはあのもう異次元から人を連れてくるしかないですもう残念ながらなんで人は 減っていきます日本の日本国民っていうのは減っていきます、これからどんどん。で、えー、っと、それを、えー、思い知らされる最近のヤフーニュースがありましてですね、これも画像があるかな画像がちょっと待ってくださいね。うんと。あ、出ました、これですね。すみません、ちょっと画像が荒いかもしれないんですけども、ちょっと読みますね。えっと、 もうつい先日6月1日の、えー、ヤフーニュースですね。えっと、出生数94万人で過去最少死亡数は134万人で戦後最多です、えー。平成29年の人口統計になりますねあの。すごいですね、もういよいよ生まれる子どもの数が100万人を切ったのと、えー、さらにその死亡者数がその生まれる子どもよりも多いっていう。 死亡,した死亡する人間の方が多いという時代になっています。で、えーと、さらに言うとですね、この先ほど紹介した未来の年表の、えー、川井雅史さんの話なんですけども、えー、と2020年ですよ、2020年、えーと、2年後ですね、東京オリンピックがある年なんですけども、えー、日本国民女性の2人に1人があの50歳以上になります、いよいよ。 これ何を意味しているかというと50歳以上ってなるともういよいよあの例えば妊娠と出産が難しくなる年代に入るんですもね。もう50歳で妊娠は結構厳しいんじゃないかなっう個人的に思うんですけども。ちょっと考えられますか、これ。日本国民の女性の半分が50歳以上になっちゃうんですよ。ちょっとあのすごいですねでさらに言うとですね、えーっとまあ、一応その出生率っていうのがあって 何だったかなんえー、っと女性が生涯産む子供の数みたいなえー、っと確か一番最近のデータだと1.44だとか1.43だったと思うんですよだから、えー、っと女性が、えー、っと1人は産むけども2人目はちょっとどうしようかなっていう、えー、感じですね今現在はでさらにあの国が掲げてるこの、えー、っと国の希望水準っていうのもあって えこれが 1, になります、まあ、1人はまあ産むけどもちょっと頑張れば2人目も行こうかなっていう感じですねただこの国の希望水準の1.8っていうのも必ずしもその高い水準ではなくて、えー、と一応人口が減少しない水準っていうのもあの今明示されてましてこれが2.07っていう数字です申し訳ないですけど1.44今現在1.44なんですけども 2.07まで引き上げるのは至難の技です。とりあえずなぜかっていうとで子供っていうのはあのお父さんとお母さんがいてそこから生まれるわけですよ。そこから1人しか生まれないとあの2人から1人しか生まれないってことは結局2分の1になってそのなんていうんでしょうね人間自体が減ってきますよね。 だから2人から2人生まれれば、まあ、とりあえずは維持はギリギリできるでこの水準というのが2.07です、はい、で今現在の日本の水準というのは1.44になってますはいですねでえー、っとあと何でしょうね人口減少でもそんなとこあ例えばじゃあさっきの未来年表のちょっと軽く読んでみますか まあさっき言ったように2020年に女性の半数が50歳を超えるっていうのとあと2024、えー、年死亡者が出生数の2倍になるすごいですねあと2026年高齢者の5人に1人が認知症うんすごいですねえっ、ー、と2033年、えー、家ですね3個に1個が、えー、空き家になる2035年男性の3人に1人が生涯未婚 これもすすごいですね。男性の3人に1人が一生結婚しないという状態です2039年、えー、火葬場が足りなくなるさらに2040年自治体の半数が消滅、えー、2055年国民の4人に1人が75歳以上すごいですねで中には、ね、こんなことも書いてあるんですよ、まあ、あの地方症だとかあ地方症っって言っちゃいいけないですね。認知症があの国民病になっちゃうとか あのもっといろいろ書いてます本当にあのー、もちろんこの本っていうのもいろんなデータが元になってそれを解析した上でいろいろ書かれてる本ですなのであの結構数字的にも信憑性もある本だと思うのでこれが現実なんだなって考えるとあのー、ちょっと怖くなりましたねあのー、何でもいいんだろうこの先この国にいて大丈夫なんだろうかっていう不安さえあの覚えますやっぱり。 はいあとはすごいあのすごい果てしない、えー、話なんですけども今西暦2018年ですよねえっ、ー、と西暦えっ、ー、と50年か60年過ぎた頃にはあのついに日本人の人口が1億人切るっていうことでそれもすごいですよねもう1億人切っちゃうっていうでさらに言えばえっ、ー、と西暦3000年 まあそこまで果たして日本があればの話なんですけど、日本がちゃんと存在していれば、えっと、日本国民の総人口は、えっと、2000人から3000人になるって言われます。か、す、すごいですよね。日本国民が、この地球上で2000人から3000人しかいない世界が来るんですよ。このまま行けば。はい。まあただ、まあ3000年、西暦3000年というのはあまりにもちょっと果てしないので、 まあそれはまああくまでその推測の話になりますので、はい、今は置いておきますはいでえー、っとまあ、えー、ブログの内容もちょっと踏まえていろいろお話をしていきたいと思いますぜひ、まあ、皆さんもですねその、えー、っと人口減少だったりあの少子高齢化のことでなんか思うことがありましたらあのコメントに残していただければなと思います僕自身もいろんな、えー、見解だったりを見てみたいので、はいまあ、今じゃなくても例えばこの配信終わった後でもいいので あのコメント欄に何か残していただけると幸いです。はい、で、えーとまあ、ブログの話に戻りますね。えーとまあ、まずですね、えー、一番最初にブログで言ってるのがですねあの、大量生産と大量消費が難しい時代が来るっていうのですね、まあ、当たり前ですよね、もう人が減るってことは、買う人もいなくなるし、作る人もいなくなるってことなんですよ。だから、あのまあ、まあ、これ、まあ、俗に言う20世紀型の、えー、と購買。 ビ,ビジネスモデルっていうんですけどもあのとりあえずたくさん作ってたくさん売るっていうモデルなんですけどもこれはもう難しいんじゃないかなっていうのがあのもう現時点で僕自身感じてますなので、まあ、ここはもう本当に必要な分作って必要な分を、えー、買う売る、うん、これが一番いいと思うんですよでんなん何だろうな必要以上の利益を求めないというか 本当にあのコンパクトにしていくというか、あの個人個人が、そして国自体が、あの先ほどの,あの川井正史さんの未来への年表にも書いてあったんですけども、あの戦略的に、えー、縮小していくっていうのが大事になってくるそうで、で今までの、えー、暮らし方、あと購買行動は、えっとまあ、先ほど言いましたけど、えっと、20世紀型の購買行動なんですよ。でえー、現時点 ここ近年はその20世紀型を引ききずっってきちゃったわけなんですよだからほらどこもかしもなんか人が少ないとかあの人手不足だあの仕事、ね、仕事はいっぱいあるんだけども人がいないっていうふうになっちゃってて今まではあの人数がいたからどうにかなったことがもう人数がいなくなってくるともうどうしようもなくなってくるんですよ今後、はいまあ、それがまあ大量生産と大量消費が難しいっていう、えー、ゆえんですねはい。 でさらに、うんとまあ、先ほども言いましたね、えっと、将来人口の概算です。これは、えっと、総務省の、えー、データをもとに書いてるんですけれども、2050年を過ぎた頃、日本の総人口がいよいよ移植に起きてしまいますと。はい、そして、2100年頃になると、日本の総人口は6000万人ほどになり、あと、えー、日本国民の約40%が、えー、老年者、えー、65歳以上ですね。で、約50%が、えー、と生産年齢者、えー、15歳から64歳。で、約10%が年少者。 この年少者っていうのは0歳から14歳のことを指すんですけども10%ですよ10%だから、えっとまあ、0歳から大体中学生ぐらいの、うん、と子供ですかが例えば、まあ、10人、まあ、100人でもいいですか100人集めた時にその中に10人しかいないっていう本当に子供がいなくなるんですよでまあ勝手な予想ですけどもその子供子どっていう存在自体が多分すごいレアになってくる 気がしますこれからの時代あ子供がいるってびっくりするぐらいあのおじいちゃんとおばあちゃんはいっぱいいるんですけども子供を見かけたらあ子供がいるよって珍しいねっていう時代が、えー、来ますでまあ基本的にまあうんとそういうふうにあ減っていきますよとでまあ基本的にまあ今いろいろ言われてますよね AI の技術だったりあと,、えー、と機械がいろんな仕事を こう変わって負担してくれるんじゃないかっていう話もありますけども、まあそれもその人口減少のスピードに追いつけば追いつけばとりあえず大丈夫っていう話であって、まあそこはぜひねこういろんなこう I.T. 関係とか技,技術者の方々に頑張ってもらいたいなっていうのはえ個人的に思ってます。で、やっぱこれからさっきも言いましたけど、これからの時代にあったその生産と消費っていうのが多分必要になってくると思うんですよね。それこそさっき言ったえ余分なものはいらずに、え。ー 必要な分を必要な分だけ売ってそして買うと、えー、になると思います。で、例えば今までの例えば音楽業界とかもそうなんですけども、えー、と例えば、えー、と何十代の人たちをターゲットにとか、どこどこの層をターゲットにっていう売り方、えっ、ー、と、ワンじゃなくてそのゼム彼ら、彼らに売るっていうビジネスモデルっていうのが、えーとまあ、20席型だったんですけども、これももうおそらく難しいなっていうのが個人的な見解です。えー、なぜかというと、この 今までメジャーアーティストってそのゼムに売るのはうまいんですけどもあの個人ワンに売るのはすごい苦手な性質を持ってまして、えー、なんで今今なんだろうな重要なのはその誰にアプローチして誰に売るか例えばあのどこどこの層に売るとかどこどこの年代をターゲットにとかいうも問題じゃなくて誰に誰に売るか誰に買ってもらうかっていうのがすごい重要になってきます。 であのやはりですねこう自分もいろいろやってて思うんですけどもやっぱりこうインタラクティブなやり取りっていうのが多分重要になってきます。あのその作る側そして作ったものを、えー、本当にの嬉しいことに買ってくれる方々、えー、そしてこういう配信をです、ね、見てくれる方々、えー、一方的に、えー、やるんじゃなくてこういうふうに今 YouTube ライブとかでもこうううにコメントを見ながらですねあのいろんなコ,あのコミュニケーションを取れるわけでですね えー、総合的にいろんなことをこうやり取りしながら、えー、話を進めていくっていうのがすごい大事になってくるような気がします。はいでですねこの人口減少にあたってですねあの一つ自分の推測なんですけどもあるのがあのこれから自分の時間を大切にする人って多分急激に増えてくると思うんですよ。あのまあ、僕自身もまあ今そういう人間になっちゃってるんですけどもいか,いかにして自分の空間で音楽を楽しむか。 そして、生み出すかっていうところに僕は今重点を置いて音楽活動をやってます。はい、でそこでですねえっと20世紀型の購買行動をやってしまうとえー、っとその作る側も、えー、そして売り手もそして買い手もあの多分ちぐはぐな状態になっちゃうんですよ。で特に音楽なんて今、供給で超供給多の状態になっているので。あのー だから買う人たちも,そのまあもう余分なものは多分いらないっていう風潮になってるんじゃないかな。とから必要な自分に必要な音楽だけをが欲しいというかうんそんな気がします。でえー、っとあそうですねその供給方ですねあの例えばライブに関してもそうなんですけども。 あのライブを見に行きたい人とライブをしたい人の需要と供給っていうのがもうとんでもないことになってますよねあの言わずもがななんですけどもあのライブをしたい人が増えすぎてあの、まあ、それこそもうあれですよね共演者で共演者がえっ、ー、と客になって見てくれるっていうパターンが多分今ほとんどじゃないですかね多いと思うんですよ特にインディーズのライブなんていうのはでうーんやっぱりそういうのって 考え方としてはあのー、ひたすらにこう小さいコップにこう水がどんどん注がれてってこうドバドバ溢れちゃってるイメージなんですよ。もうそれこそ供給型で。であのそうならないためにはもう全然全く別の自分専用のコップを用意してあげて。 でそこに自分のオリジナルドリンクを注げばいいだけの話であって無理してその小さいコップに水を注ぐ必要はないんですよ。あのうんそういうことなんですよねちょっと抽象的だと思うんですけどもそういうことです。なので各々がちゃんと考えて例えばだからみんながライブやってるからライブやろうとかえっ、ー、とうんそれが悪いとは言わないですけどちょっともう少し自主性があっていいんじゃないかなっていうのも思い,思いますね。 みんながやってるからとかじゃなくてあもう時間がないですね58分かあでですねこのえっ、ー、と何々層とかその年代だとか関係ないなって思ったことが僕自身の出来事で一つあってえっ、ー、とまあ一応まあこれでもですねあのー、ネットの方でオンラインショップを開いて 開かせててていいただいててで音源等を販売してるんですけどもえっとですねこれすごいんですよ一応、まあ、d m ツイートの DM とかでも一応やり取りをしてる方々も、えー、多数いるんですけどもえっと一番下でですねと高校生の男の子がいてで一番上だったら50代の会社員の方がいたんですよでこれって 例えばあのメジャーだったら若者に刺さるような曲だとかあの50代、60代ターゲットにするっていう、まあ、さっきも言いましたけどどこどこの層をターゲットにするっていうのがもしかしたら一般的かもしれないんですけどもあのこ,この実情を見た時にあの自分自身があもう年代とかどこどこの層とあってはもう関係ないんだって思ったんですよだって高校生から50歳の会社員まで買ってくれるんですよこんな嬉しいことないですよ本当に自分の作った CD が。で 変幻かもしれないですけど高校生ってあの流行りの CD しか買わないのかなってちょっと思ってたんですよこんなどこぞの馬の骨かもわからないあのねあのインディーズの端くれみたいなあの隅っこにいるような人間の CD を買ってくれるなんて思わないじゃないですか普通でそれを高校生が買ってくれるってのはちょっとびっくりしましたあのやっぱりなんか時代が変わってきたんだなっていうのはやっぱ実感しますねはい ね、でやっぱりまあ先ほども言いましたけどもその自分を発見してくれた人、えー、こういう人たちとなるべくこう総合的なやり取りを持ちたいなっていうのはすごく思ってまして、えー、なのでですねこういう,うにあに配信を見ていただいてる今10名の方ですか本当にありがとうございますこんな日曜日の夜、えー、もう10時10時になっちゃいましたね、えー、こんな時間まであのご視聴いただいて本当にありがとうございます。ははいいまずちょっっと読みながらだったんですけども、はい 今日はちょっとトークでテーマが3つあったのでちょっとはいカンペを用意させていただきましたはいということでとりあえず人口減少ですねあのとにかく全体数がもう減ってくんですよだから作り手も減るし聞く人も減るしででもえー、っと供給方っていうあの、まあ、音楽業界ですねうんだからあの なんだろう作,り作り手側も買う方ももしかしたらもう考え方をガラッと変えなきゃいけないかもしれないですもうメジャーがやってるようなあの大量生産の大量消費っていうのはあの将来的にはもう多分成り立たなくなってくると思うんであのそうですね考え方を本当に変えないといけない,い,けないかもしれないです、はい、だから僕もあの3月にあの新婦音源作ったんですけども あれも本当に自分ででける量しか作ってないんですよあの例えば何百枚とかあの何千枚ボーンって作る人もいるんですけどもあ,のあれあの結局在庫になっちゃって負債になるんですよあれあの会社で言うとあのマイナスになるんですよ持ってるだけでだからあの自分でちゃんと,、えー、と消化できる、えー、量それこそ必要な分を必要な分だけ作るっていうのでいいと思うんですよ本当に無理してたく,たくさん作る必要っていうのはなくて。 まあだから、あの、何でしょうね、音源もそんな頻繁に作らないですし、作った音源は YouTube とかニコニコ動画にえ自分も作ったら公開して、まずは、まずは聞いてもらうっていうところから始めるのが一番いいのかなとも思っております。はい。あ、それと、あの、もう一つ、あの、もう一つちょっと本の紹介なんですけども、ちょっと10時過ぎちゃってるんですけども,も、うもう少し、もう少しちょっと話します。えー、っと、これですね。 これからの人口減少にあたってもう一つためになるような本があるんですけども見えるかなはいこれです。でんこれいつの本だったっけあっもう3年前2015年のものなんですけどもえーキーボードマガジンですね「音楽家として生きるすべ」っていうえタイトルででかでかと載っている本なんですけどもこれのえご存知の方もいると思うんですけども えー、音楽家の平沢進さんという方の、えー「子が独立して活動する術っていうページがあるんですけどもこれは本当に、えー、い,ろいろ書いてます今まで音楽業界がやってきた、えー、すごい、あのー、幻想幻想を見せ,られた見せられてたんだなっていうこととかあとその個人が活動するにはどうしたらいいのかとか。 すごいいろんなことが書いててすごいためになった、えー、インタビュー記事が載ってますなのでもし手に入れる術があるのであればぜひあの音楽やってる方はこの本の、えー、この生きる術、えー、見ていただくとすごい、えー、ためになると思いますので、えー、ぜひ、えー、お手に取れれば、えー、取ってみて読んでほしいなと思いますはいということであちなみにさっきの未来の年表の パート2が、あのー、最近発売されたそうなので、えー、これいつだったかな2日前ぐらいに買ってきましたたまたま見つけてこれもちょっと読んでみたいなと思っておりますはいということで、えー、日本がどんどん縮小する中、えー、どういう音楽活動をしていけばいいのかっていう、えー、お話でした まあ、ぜひあのツイッターのタイムラインでも結構なのであの、まあ、できれば YouTube のコメント欄もの方も嬉しいんですけども、えー、この人口減少に関わる、えー、事柄、えー、音楽活動について、えー、もし思っていることがありましたら、えー、コメントいただけると幸いですはいですね、はい、時間も、えー、あちょっと5分オーバーしちゃったので、えー、今日はこの辺で終わりにしましょう、えー、次回の配信も一応予定はしております 一応今決まってるのがですね、あ、そうだ、あとそうだ、もう一つ、えっと、今年はですね、公での、公でのリアル、えっと、リアルでのライブはいたしません。で、仮に、一応、仮想ライブ、インターネット仮想ライブを予定しております。えー、まだ、日程とは全く決まってないんですけども、で、あのー、自分考えたんですけど、あの、ライブに来てくださいっていうワードを、今後使わないようにしようかなと思ってて、あのー、 ライブに来てくださいじゃなくて、こういう風に YouTube でライブできることが分かったので、配信できることが分かったので、ぜひライブをご視聴くださいっていうふうにします。あのいついつ YouTube でえ仮想ライブ、インターネット仮想ライブをしますので、ぜひ何日何時何分スタートで、なので、ぜひご視聴ください。この方がおそらく皆さん見やすいと思うんですよ。リアルでライブするよりもたくさんの人多分見てくれると あの思う思うつか、うん、見てくれると信じたいんですけどはい。ということで今年は、えー、インターネット仮想ライブを予定していますで次回の配信なんですけども一応また、えー、使用楽器のレビューをしたいと思います、えー、次回はですねスタインバーガーの ZT3 というあの僕がメインで使ってるエレキギターの紹介とあとえー クラウド型ミュージシャンという概念についてお話をしたいと思います。クラウド型ミュージシャンというのは、まあ、の僕が作った完全な造語なんですけども、あの活動拠点を持たないミュージシャンのことを言います。まあ、どういうことかということなんですけども、これも次回またえっと僕の書いたブログと合わせてお話をの方を進めていきたいと思いますので、えー、ぜひ次回もご視聴いただければなと思います。はい。ということでですね、えー、まあ2回目の配信ということでちょっと拙い 相変わらず、相変わらずね、拙ない配信で申し訳なかったと思うんですけども、ね、なかなか喋り慣れてないもので、ダメですね。やっぱ、あの、喋ら、人間喋らないと、はい。はい。ということで、えー、今日はこの辺に、 したいいと思います、えー、すみません、10時過ぎてしまいましたけども、えー、こんな日曜の夜遅くまでご視聴いただいた、えー、皆様、本当にありがとうございました。ぜひ次回もですね、えー、日程と決まりましたら、SNS、えー、Twitter SN と、主に Twitter で,です、ね、お知らせしたいと思いますので、えー、またどうぞご視聴いただければと思います。本日は誠にありがとうございまししたた横内健介でした